白髭駅は、かつて、滋賀県高島郡高島町を浅川に所在した、高和化鉄道の駅、全国の白髭社の総本社である白髭神社の南隣にあった。駅は、琵琶湖の西岸を走る高和化鉄道の線路が最も、湖岸に接近する区間にあり、湖上に立つ白髭神社の大鳥居を脇に見ながら、 湖のすぐそばを列車が走り抜けるという、沿線有数の風光明媚な光景を見ることができた。白髭駅は1927年、高和歌鉄道の北小松駅、大溝駅間が開通したのに合わせて開業した。鉄道の建設に際し、当駅前後の区間は、琵琶湖に面した白髭神社の前を通る県道の、さらに、湖岸よりを埋め立てて、線路を伏設。 そのため辺り駅前後の区間は、高和化鉄道の中で最も、琵琶湖に接近する区間となった。琵琶湖に面する白髭神社は、その立地からかつては船による参拝が一般的であったが、当駅の開業以後は鉄道を利用しての参拝に取って代わり、当駅は神社参拝の玄関口としての役割を担った。9月に神社で行われる、 鳴子参りの際には一年で最も多くの参拝者が訪れ、駅周辺は出店などで大いに賑にわった。高和化鉄道は1969年10月31日をもって営業を終了し、当駅も翌11月1日に廃止された。白ひげ駅は旅客と貨物の両方を取り扱うことができた一般駅。ホームは線路の片側に一面のみであった。当初は 列車交換が可能であったが、線路が撤去された結果列車交換ができない防線駅となっている。普段は無人駅であったが、鳴子参りの際には駅員が配置され、臨時の乗降口を設けて乗客をさばいていた。駅舎があり、その入り口には東ハフの屋根が取り付けられていた。白髭神社のすぐ近くにあることから、神社建築をモチーフにしたものとされる。 初期の年間乗降客数、貨物取扱い量の状況は以下の通り、琵琶湖城に立つ白髭神社の大鳥居琵琶湖に向かって山がせり出してきている地にあり、白髭神社がある他には、高和化鉄道の線路と国道が通じているのみであった。駅のすぐ横には琵琶湖が広がり、駅北側の湖上には白髭神社の大鳥居が増流されている。 大江の五福島とも称される大鳥居と琵琶湖を背景に列車が湖のすぐそばを駆け抜けていく様子は、高和化鉄道を代表する光景として親しまれた。高和化鉄道の線路跡は、国道161号の拡幅用の土地や歩道に転用され、鉄道の遺構は残っていない。白髭神社の前を通る国道が湖と山に挟まれた土地にもかかわらず十分広い道幅を持っているのは、 線路跡が国道の拡幅に使われたためである。また、高和歌鉄道の廃線後に開通した湖西線は白髭神社裏手の山をトンネルにて抜けることとなったため、かつてのように古城の鳥居を眺めながら列車が駆け抜けるという光景は見られなくなっている。高和歌鉄道高和歌鉄道線北小松駅、白髭駅、白髭浜駅、高島町駅、 abcdef 高和歌鉄道の思い出 p84 寺田 2010p15 abc 高和歌鉄道の思い出 pp86-87 高和歌鉄道の思い出 p85 ab 高和歌鉄道の思い出 p86 高和歌鉄道の思い出 pp85-86 有志日の江和歌鉄道 p19 高和歌鉄道の思い出 P124、ABC 今尾 2008,PP3132、地方鉄道運輸開始、官九1927年12月24日、竹内1967、AB 寺田2010、P10、AB レール、P80、高和化鉄道の思い出、P89、滋賀県統計前書昭和6年版、滋賀県統計前書昭和9年版、 滋賀県統計全所昭和10年版、滋賀県統計全所昭和11年版レール、P85、AB レール、P84、寺田2010、P26、AB 吉田1998、P193、高和化鉄道の思い出、P88、ありがとうございます。